パピー幼稚園に豆柴のてんくんが遊びに来てくれました。お友達を見つけるとすぐに遊びに誘ってちょっかいを出しています。ワンちゃんと遊ぶのが大好きなようですね。他のワンちゃんと遊ぶことでワンちゃんに対する社会性が身につくことと噛みつきの抑制ができるようになっていきます。この日は同じぐらいのサイズのワンちゃんたちとの交流だったんですが、自分よりも大きなワンちゃんとの交流もできるといいですね。お散歩中はおやつを見せてアイコンタクトを取ったり、お座りをして集中させたりしていきます。そしてハウストレーニングです。ハウスの指示でハウスの中に入ってお座り待てができたらまたご褒美を追加していきます。そしてくるんと反対、お座りと伏せ、上手にできました。幼稚園が気になる方は概要欄からどうぞ。いいねとチャンネル登録よろしくね。